こんばんは。7時15分までやります。今55分ぐらいだと思う。今裸眼なんで何も見えてないの。よいしょ。髪黒い。変わってないですよ。昨日と一緒よ。あれがもうちゃんとカラーシャンプーしたから黒くなったのかな。ちょっとこんばんは。今日はね、宅配便が来るからね、早いんです。 何時に来るか分かんないんだけど、7時行こうって言ったから。だからもしかしたら配信中に来ちゃうかもしれんじゃん。そしたらちょっと早く終わるかもしれん。今日もかわいい。ね、緑に見える、カホにも。グレーでね、お願いしたの。暗めのグレーでお願いしたけどね、緑に見えるのすごくわかる。週なのかな。くれたけど楽しみ、ありがとうございます。なんか顔が怖い、近づくと。そうでもなかった。 そうでもなかったや。こんばんは。今日もね、半袖なんですよ。これかわいいでしょ。ここね、なんかね、力持ちみたいになってる。なんか小学生が描くお姫様の袖みたいな感じ、力持ちって感じ。やっぱ怖い、近づくと。なんか年奥みたいになっちゃう。 これが怖いね。なんか日本のホラー映画って感じ。この色が健康的。 怖い。 怖い。笑うとね、ダメ。なんでこんな色の変化が著しいの？怖い。すごい、色がすぐ変わる。手をここに置いとけば健康的な色してるかもしれない。ずっと 夕日っぽいよ今。夕日って感じの色してる。夕日からのとしおくん。なんでこんな変わるんだろう。こっちの方がなんかあれよね。怖い。 なんでこんなにあれなんだろう、色が不思議。
久しぶりに握手会行っていいですか。いいですよ。でも8時じゃない、8月まで今のところないので、そこまでモチベーションがあるとね、いいけどね。ガオの中すいた。ああ、なんかあるよね、肌、肌の効果。これすればいいかもしれない。怖っ。明るさ上げたらめっちゃ怖いけど、怖くない？ちょっと怖いから元に戻すね。怖かった今の。でもこっちのライトもあるんですよ。ライトつけない方がいいのか。変わらんわ変わらんわ、年奥になるわ。なんでだろう、このずっとこの話してるよ今ずっとこの話してるよ。どうする。年を組んでたね。呪音見たらわかるかも。ホラー映画に出てくる真っ白の男の子、めっちゃエレベーターに大量発生したりしてるやつ。タマシのいらっしゃいませ。今でもなんかあれじゃん怖い色白はやっぱちょっと違うよ。それは美白じゃないよね。敏夫くんの声真似してみて。実を言うとね、敏夫くん見たことないんですよ静止画でしか見たことない。呪音はね、日本のね王道のやつを見てないんですよね。多分見たけど忘れたのかもしれないけど、外国の呪音はね見たんで見たことないか。そうなの、王道のやつはね結構見てない。フレディちゃう、あれなんだっけ、金曜日とか貞子とか、あれよフレディじゃない、なんだっけ、悪夢、なんだっけ、エルム街の悪夢とかは見たことあるけど、えぇーって泣くの。うん、螺旋見たねこの間。私忘れちゃった内容すぐ忘れちゃう。サーティワンはね、いつもカホはねロッキーロードとポッピングシャワー食べてみる。ない時はストロベリーかキャラメルリボン。コットンキャンディが一番好きだけどないんですよ。コットンキャンディがいいけど、でもあれ好き、ロキロート。髪の毛こんなになってるやつびっくりしちゃう。意外と可愛いの食べるの。何食べてると思った？サーティワンでなんかないでしょ、なんか強いの。新幹線見ました。あれ好きです。韓国のホラー映画ってねクオリティが高いと思う。うん、好きですね。うん、
海外のはね好きなんですよ基本的に。日本のはやっぱり当たりはずある。海外も最近当たりはずあるけど、 CG 行きすぎるとねダメなんですよね海外のは。で日本はちょっと抑えすぎるとダメ個人的なあれですけどね、好みなんですけど、日本はなんか抑えすぎてなかったらいいです。アナザーとかそんな感じのやつは好きですけど、海外はなんかぽっくり終わっちゃうのとか CG 使いすぎてるのはあんまりかな。わっやばい来ちゃった終了します一旦ごめんね。やばい行っちゃう行っちゃう。終了しますね。ランキングはまた今度。